はいどうも皆さんこんにちは。TK ヒーローでございます。はい、えー、今回もですね、また鉄砲の紹介ではなくて、まあ雑談みたいな感じなのでね、あのずーっとこの動画の画面を見てるんじゃなくて、なんか別の作業とかしながら、ラジオ感覚でこう聞き流していただければいいのかなというふうに思います。えっ、ー、とですね、今回何についてお話しするのかと言いますと、皆さん、ブルーイングってご存知ですか ま、モデルガンで昔から遊んでいらっしゃる方はよくご存知かと思うんですけども、ブルーイングと呼ばれるですね、ヘビーウェイト樹脂でできたモデルガンを磨いて、そして特殊な薬品を使ってですね、表面染めて、で、本物みたいなね、鉄色、あま、綺麗なブルーですね。実銃の新品状態のような色を再現するというですね、そういう技術があるんですけども、 まあ私もですね、以前シングルアクションアーミーをブルーイングしましたっていう動画を上げてますので、どんな感じかなって気になる方はですね、その動画をご覧いただければなというふうに思うんですけども。はい、えまずですね、じゃあバレルから見ていきましょうかね。まあ、我ながらですね、バレルは結構綺麗に染まったなって感じなんですよ。なんか結構いい感じの青になってると思いません刻印もちゃんと消えないではっきり残ってます。はい、えそして反対側ですね。 ほら反対側もちょっとフロントサイト周りが汚いんですよねはい、えー、そして続いてフレームとシリンダーですねフレームはですね、えー、ご覧のようにケースハードン風の仕上げになってます、はい、そしてえ続いてシリンダーですねシリンダーですねこうやってカメラを通すとなんか結構青っぽい感じになっててごまかされちゃいますけども実際見るとですねこのバレルとシリンダーの色がですね若干違っちゃってて そのブルーイングがですね、ちょっと前から話題にはなっていたんですけども、今大変なことになってるんですね。えっとですね、そのブルーイングっていうのを行うのに、ま、あさっきね、ちょこっとお話をしたんですけども、まずヘビーウェイト製のモデルガン用意します。で、その表面のヘビーウェイトをヤスリとかでね、よーく綺麗にヤスって磨いて、で、銀色みたいなね、ヘビーウェイトの素材の色を出すんですよ。 で、そしたら、ブルー液っていう薬品を使って、こう綺麗にね、慎重に染めていくっていう作業をしていく。そういう感じなんですけども、実はですね、その染める作業で使う一番大事なね、ブルー液っていうものがですね、今輸入できなくなっちゃったんですよ。まあ、そんなんでね、今ブルーイング業界がですね、非常に大混乱している状況なんですね。 えっとですね、ここにですね、私たまたまね、以前買ったバーチウッドのスーパーブルーっていうのがね、未開封の状態であったんですけども、このバーチウッドっていうメーカーのブルー液が今入ってこなくなっちゃったんですよ。 ね。まあ、あの実際ね、ブルーイングで使うのはスーパーブルーじゃなくて、アルミニウムブラックっていうものを使うんですけども、それがですね、ヘビーウェイト樹脂に一番ね、こうよくマッチして、うまくいくと、本当にもう実銃みたいな綺麗なブルーが出せるんですよ。ですけどもね、もう今このバーチウッドのやつが入ってこなくなっちゃったということでね。もう今大変です。取り合いが起きてるんですよ。取り合いというかね、もう、持ってるんだけども、いらないやっていう人がね、フリマサイトとかオークションとかに出品してね、これ、私これね、 値札貼ってあるんですけども、1728円。ま、だいたい2000円ぐらいでね、買ってるんですけども、今、オークション見たらね、1万円超えたりとかね、中にはね、2万円近い金額いっちゃってるのとかもあったりしてね、大変なことになってんですよ。まあ、それでなんでね、このバーチウッドのブルー液入ってこなくなってしまったのかと言いますとね、まあ、私もね、正確な情報っていうのを正直得てないんですけども、まあ、インターネットとかでね、こう、いろんな人が発信していた情報を見ていくと、このブルー液って、かなり強力な薬品なんですよ。 これね、パッケージのね、下の方にも書いてあるんですけども、ドクロマークが書いてあってね、ポイズンって書いてあるんですね。ま、あ要はかなり強い危険な薬品ですよっていうことがね、書いてあるんですよ、パッケージに。ま、だし実際ですね、ブルーイングっていう作業を行っていると、このブルー液をつけた瞬間にですね、もう変色が始まるので、まあ、これはかなり強い薬品だなっていうのがね、わかるんですけども。やっぱですね、こんな危険なね、薬品。 これをその辺の店でね、ホイと売って、一般人がホイと変えてしまうの、これはまずいんじゃないかっていうことでですね、ちょっと販売禁止じゃないですけどもね、輸入停止になってしまったみたいです。まあ、というか、今まで見逃されていたんだけども、ちょっとこれまずいんじゃないのみたいな感じでね、目をつけられたと言いますかね、見つかってしまったと言いますか、っていう感じでなんか規制されちゃったんじゃないのっていう感じらしいです。 で、企業が輸入して、ね、トン屋とか通してね、小売店に並べる。それがダメなんだったら、じゃあ個人輸入しちゃえばいいんじゃないのっていう感じなんですけども、あのね、個人輸入しようにもね、今日本に発送してくんないんですよね。っていうのをね、ネットで見まして、え本当とと思って、eBay で、とりあえず買う、買わない別にして、アルミニウムブラックを購入ポチってやったら、この商品日本円は送れませんって言ってね、買わせてくれないんですよ。 ええー、本当なんだーって思ってね、ちょっとびっくりしちゃったんですけども、まあ、そんな感じでね、もう個人輸入もできなくなっているっていう感じで、だから、そうね、もうほんとオークションとかね、フリマサイトとかで個人が出品している国内に残っている分のね、それをもう買うしかないみたいな感じみたいですね。 いやーでもほんとね、これどうなるんでしょうね。ついこの前ね、エアガンのフロンガスの問題のお話し,しましたけどもね、そっちとは別でね、今度モデルガン業界でね、ブルーイング液が手に入んなくなってね、ブルーイングできなくなるっていうね。まさかね、こんな問題が出てくると思いませんでしたよ。というか正直私みたいにあんまりブルーイングガチでやってなくてね、なんとなく暇だからやってみようかなーぐらいな人間は別にいいんですけども。 やっぱね、もうすごい綺麗に仕上げる本当もう職人レベルの人っていうのがねいらっしゃるんですよね世の中にはそういう職人の方々がねどうするんだろうなっていう感じですよねいやまあねそういう職人レベルの方っていうのはある程度在庫持ってるでしょうからそんなすぐには困らないとは思うんですけどもまあやっぱりね消耗品ですから使えばなくなるものですのでねこれがなくなってしまった時に職人の方は次は何の薬品を使うんだろうなというのが本当に気になるところですね まあ一応ですね、そのブルー液というものは、バーチウッド以外にも国内でね、ちょっとごめん、名前忘れちゃったんですけども、一応あるんですよ。あるんですけども、やっぱりね、バーチウッドほど綺麗には染まらないっていう意見が結構あるんですね。はい。まあそんな感じでですね、バーチウッドのブルー液がですね、輸入停止になってしまってね、手に入らなくなっているので、ブルーイング業界が困っているっていうね、お話だったわけなんですけども。 いやー、これはどうなるんだろうな薬事法うんぬんのね、その規制をなんとか合格してね、もう一回輸入し直せるようになるのか、それとも国内メーカーのね、すでにあるもので、こう、綺麗に青く染める方法っていうのを、こう、プロとか職人の方々が見つけてくださるのか、それともね、国内のどっかのメーカーが、またちょっと似たような感じのね、綺麗に青く染まる薬品を出してくれるのか、っていうのがね、 ま、一番はね、やっぱりその、薬事法云々の規制をなんとかクリアして、もう一回バーチウッドのブルー液を輸入再開してくれるのが一番なんですけども。いやー、どうなるかなー。うわー、ほんとね <laughs>。なんでスーパーブルーだけ未開封持ってんだよってね。アルミブラック買っときゃよかった。そう、私はね、やるとしたらシングルアクションアーミーを実銃の新品状態みたいにね、綺麗なブルーにしたいんですよ。 ということは、アルミブラックが必要なんですね。このスーパーブルーは、ケースハードン処理の、あの、ちょこっとしか使わないんですよ。なんかアルミブラックをね、あと2、3個買っとけばよかったなーってね、ほんと後悔ですよ。まあそんな感じで、今回も全然面白くないお話でしたけどもね、えー、ブルー液が手に入んなくなって困ってるよっていうお話でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、じゃあな。